ヤドンちゃんとのんびりした。ちゃん付けなんやねん。のんびりした時間を過ごした。なんかめっちゃお尻見よるようにしか見えんのんやけど、あれ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で今回は、なんと、アスムと一緒に冒険をやっていこうかなと思います。一応、声はね、ないんやけど、じゃ一緒に冒険をやっていきたいと思います。お裾分けプレイでできるけんね。とりあえず、どこに行けばいいんかしら。あ、すげえ。てか、ヤドンでかくね。もうヤドンちゃんたら困ったわね。お？あら、あなた、もしよければお願い聞いてくれない？なになに？ちょっとミニクエスト的な？はい。これからニビ博物館に行きたいんだけど、ヤドンちゃんたら、てこでも動いてくれないのよ。むっふわーん。そんな鳴き声やったっけ？よかったらちょっとの間、ヤドンちゃん見ててくれない？あ、私一緒に行く感じじゃなくって、そっちね、おもり的な。はい、いいですよ。助かるわ。じゃあちょっとの間、ヤドンちゃんのことお願いね。はいはい。モンスターボールにしまうとかいう選択肢はない。あれかな、入るの嫌がる系？めっちゃ見よる。見すぎじゃない？ヤドンはぼんやりと正面を見つめてる。ヤドンちゃんとのんびりした。ちゃん付けなんやねん。のんびりした時間を過ごした。なんかめっちゃお尻見よるようにしか見えんのんやけど、あれ。あ、戻ってくる？ヤドンちゃんのこと見ててくれてありがとう。これ、おだちんよ。受け取ってくださる？お、やったー。アイナはおばさんから大きな心情をもらった。お金ではないんや。でもこれ多分、あれ？売るだけのやつとかそういう感じ？アイナは大きな心情をバッグにしまった。よければまたよろしくね。おう、びっくりした。びっくりした、飛んできた。さあ、それじゃあ、これは、これ？ジムって。ニビシティポケモンジムリーダー、たけし。強くて硬い石の男。どうなんやろう、リーダーに挑むのってまだ早いんかな。おー、すげえ。初めてのポケモンジム。何あれ？なんか観客席がある。ボス、ジムの挑戦者かな？これはトレーナーじゃない。しかし、お前がジムリーダーに挑戦するにふさわしいやつかどうかはわかるぜ。早速だが、ニビジムではタイプの相性を知っているトレーナーでないと入ることを認めない。ジムリーダーに使う岩タイプのポケモンに有利なタイプはいくつかあるが、ジムが初めてのトレーナーには草タイプか水タイプのポケモンを使ってもらっている。ちゃんとそれを持ってなかったら挑めんの。ジムリーダーと戦いたければ草タイプか水タイプのポケモンを俺に示すのだ。今までずっとね、この何受付みたいな立っとる人ってもっと若いと思っとったんやけど、結構おじさんなんやね。待って、はい、まだつぼみ。よし、そのポケモンなら合格だ。それでは進め、そして目指せ、ポケモンチャンピオン。そしてここにはもうあれですか、しげるの名前が。ニビポケモンジムたけし認定トレーナー。あ、やっぱりやっぱり刻まれてる。はい、じゃあ戦闘やっていくか。ここはニビジム、今までの相手とは一味違うわよ。とりあえず先にこの二人を倒していかんとね。ピクニックガールのアキナが勝負を仕掛けてきた。かわいい。とりあえず二人で戦闘とか、二人でポケモンを捕まえるっていうのが初めてやけんね。ガチェットエイブリ揃った。さあ、ここで、どうしよう、とりあえず草タイプ使っていこうか。まだつぼみ。よし。あ、なるほどね。これで、これは今あれやろう。アスメが動かしよるってことやろう。しかし、水タイプおらんけんな。レベル的には大丈夫やと思うけど、多分。でも思ったけど、これさ、もう一個のレッツゴーピカチュウの方のピカチュウってさ、全然尻尾ハートじゃなかったよね。なんなんやろ。野生のとはちょっと違うんかな。あ、防御を高めていく。
相手の石すべての防御が上がった。よし、ここで鶴の鞭。なるほど、引っかくのね。ダメージめっちゃ弱ダメージ弱、そんな感じ。でもここ多分マダツオミでやっつけれるけん、マダツオミ一匹に頼ることになるよね結構。よし、移動蹴り。お、あ、いいやんいいやんいいやん。なるほどね、2回やったら大丈夫。たけしは岩枠とか使ってくるんかな、やっぱり。イエーイ、まだつぶみレベル10。やった、やっと2桁。2桁 ?2 桁。いいね、いいね。てかこれあれなんやね。普通に、私のポケモンの中から使うんやね。もう一人のプレイヤーは。お、鬼すずめレベルアップ。今までの挑戦者と一味も二味も違う。おってことは、しげるとも。違うということでよろしいかしら。初めてのジムなの？見かけによらず、キムが座ってるじゃない。お、やった。そして次は、この男の子ね。待ちな。子供が何のようだ。たけしさんに挑戦なんて、一番光年早いんだよ。そんな。こうなんか何、観客がおる割にはさ、ちょっと盛り上がりが聞こえてこんねやけど。キャンプボーイの年数が勝負を仕掛けてきた。もうちょっとね、こう、わーとかあっていいと思うんやけど。でもめっちゃスカスカやったしね。そんなに注目もされてない。よし。ってか、また？また石つぶてな。二人とも石つぶてしか持ってないん。だってこの人も一匹しか持ってないんやん。どんだけ。どんだけな。これリーダーは何匹？ 2 匹？ 3 匹？はい、マダツボミ。これはなんかスイッチ版のポケモンとかにもさ、色違いとかそういうのあるんかな、ポケモンの。と、いや、しかし全然大丈夫。はい、鶴のムチ。広げりね。なんかめっちゃ効いとる、効果抜群。いいねいいね。二度蹴りはあれか、格闘系。おおあっという間。よしよし。お、ポップがレベル10。もうなんかいろんなタイプのポケモンをまんべんなく入れたいけど。しまった、一万光年は時間じゃない距離だ。そこね。まずそこからの間違いね。お前なかなかやるな。たけしさんほどじゃないけどな。リーダーだからね。おーすげー。めっちゃたけし。めっちゃたけし。来たな。俺はニビポケモンジム、リーダーのたけし。俺の固い意志は、俺のポケモンにも現れる。硬くて我慢強い。そう、使うのは弱タイプばっかりだ。ふはは、負けると分かって戦うか。ポケモントレーナーのサガだな。いいだろう、かかってこい。いいね。もうなんか次霞が出てくるのがめっちゃ楽しみだけど。ジムリーダーのたけしが勝負を仕掛けてきた。うん、2匹や。いや多分これ石つぶてと弱くやね。いや、いけるいける。全然いけるよ。え、レベルどれぐらいなんやろ。あ、でも弱い方でレベル11なんか。結構ギリギリってことは、多分いわくレベル15ぐらいが出てくるってことかな。相性でなんとかいけるかな。あとはこっちの防御力がね、どれぐらい耐えれるかっていう。よし、安定のマダツオミとニドランメス。
ここはまだ全然大丈夫。はい、鶴の鞭。二度蹴りが効果抜群っていうのは岩タイプには格闘も効くってこと？そういうこと？ノーマル系が入ってるってこと？石つぶてに効果抜群。よし、一匹目は余裕。次やね、次。そう、レベル上がるかと思ったけど。お、ニドランメスもレベル12。よしよし、やっとこそやね。もう誰もレベルが上がらない。あ、やっぱりイワーク。なんかタケシといえばイワークのイメージよね。でっかでっか。鶴の鞭で、あ、でもレベル12なんや。そんなでもない、15ぐらいいくかと思った。なんか地味に結構体力を削られたような気が。あ、効果抜群でもあんなもんか。え、でもこっちで、お、いける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 、これいけるやろっていう、ちょっとした油断。大丈夫か。いや、大丈夫大丈夫。よし、これ次のターン。おお、ニドランメスでやっつけたやん。やったね、効果は抜群だ。思ったよりは全然余裕でやっつけれた。イエーイ、花つぼみレベル11。よしよし、お、ピカチュウレベルなら。ピカチュウまだそんなレベルやったっけそしてイーヴィーレベル12。ジムリーダーのタケシとの勝負に勝った。君を見くびっていたようだ。なんか表情が優しくなったね。俺に勝った証にポケモンリーグ公認グレーバッジを授けよう。やったー、初めての。アイナはタケシからグレーバッジをもらった。グレーバッジがあれば人からもらったポケモンでもレベル20までなら言うことを聞いてくれるぞ。あと、そうだ、これを君にあげよう。お、アイナはタケシから技マシン01続きをもらった。アイナは技マシン01を技マシンケースにしまった。技マシンを使うとポケモンはすぐその技を覚える。それに使ってもなくならないぞ。ところで、技マシン01には続きが入っている。岩のように硬い頭で相手にダメージを与える技だ。それは別にフィールドとは別に関係なかったよね、技。この広い世界にはいろんな奴がいる。ポケモンを戦わせたり、育てたり。俺はここでポケモンを育てるブリーダーの修行をしているんだ。君は強さを目指すのか？なら他のジムにも行くといい。もちろん行きますとも。何客いる本当に。なんか全然姿、あ、座ってるわ。ちゃんと座ってたわ。さすがだな。この調子で目指せ、ポケモンチャンピオン。頑張ります。なあ、そこのやつ。お？お前ってさ、もしかしてアユナってやつだろ。これやん、ちょっと。これこそ茂るやん、ちょっと。え、どうして？じいさんが言ってた特徴、ぴったしだったからな。俺はグリーン。俺と同じマサラタウンからトレーナーが旅立ったって、大木戸のじいさんに聞いてさ。あれやろ、大木戸博士の孫やろ。早速見に来たってわけ。しかし最強の俺がアドバイスをやろうと思ったのに、もう集まっていたとはな。なかなか見どころあるじゃん。これ、ご褒美だぜ。ん、アイナはグリーンからスーパーボールを5個もらった。やったね。アイナはスーパーボールを捕獲ポケットにしまった。モンスターボールより捕まえやすいボールだぜ。なあ、ところでそれ、ポケモン図鑑だろ？じいさん、ついに作ったんだな。これん時は地図に鉛筆で分布書き込んだからな。あ、ここでなんかそういうちゃんと昔の話が出てくるんやね。せいぜい大木戸のじい、ん？大木戸のじいさんに協力してやってくれ。それじゃあまたな。え、じゃあもうグリーンは、何年旅をしてることになるの？え、めっちゃ経つんじゃない？ね、確実に。あ、こっちじゃないわ。これはあれかな？体力は回復してないよね。うん、してないね。じゃあ体力を回復しとこうか、ちゃんと。ポケモンセンターはどこですか？
と、これ？これフレンドリーショップやね。あ、なになになに？はい。ガチュは茂みの中から何かを見つけた。ナナの実。なんか木の実めっちゃ見つけてきてくれるね。しかし、どの木の実が何の効果があるのかが全くわからねえ、私。ほんと？え？待って、どこ？あ、これや。え、これよね。よし。はい、来たポケモンセンター。え、見て、ラッキーおる。かわいい。あ、ちょっとラッキーに話しかけたつもりやったんやけど。ようこそ、ポケモンセンターです。あなたのポケモンを休ませてあげますか？はい。あ、すごい、ちゃんと上位さんやね。それでお預かりいたします。はいはい。え、EV、今そこにおったような気がするんやけど。ちゃんと回復されおる。え？お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。これラッキーには話しかけれないな。こっちから。違う、君じゃないんだ。ピカチュはゆったりとくつろいでいる。それは、よかった。ラッキー。そんだけ。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはやっぱり戦闘は2人な分楽なんかな。あとは野生のポケモンも捕まえていきたいね。